直して俺のがストンと落ちてる。 ST スポーツゴルフ&ベースボールさんに来ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日はこちらの、はい、水のプロの伊藤博美投手型をオーダーしたんですけど、はいはい、動画出てると思うんですけど、今回ピッチングをして片付けていこうかなと思います。はいはい、まあね、翔平さんもね電話で出てくれた時に片付けはピッチングしながらっていう、そうですね、言ってたんで、はい、それでってこと？そうですね、はいはい、なるべくピッチングでこのグローブを片付けていきたかったので今回やっていきたいと思います。ヒロクといえば今までのピッチャー用も比較的横型、横型ですね。SSK なんか特に横型なんで、でこのグローブも横型にしたいなと、まあ、そうですね、思います。あの動画のあれか、翔平さんに質問してた時も、はい、一応そっか横で横に目をつけたので、はいはい、まああとは型は型線はできたから、折り目ができたから、あとはもう柔らかくしていって、その型をしっかりと自分のものにしていくと、はい、水のプロね、ちょっと重たいから、重たいっていうかあの革質がしっかりとしてるから片付け時間かかると思うんですけど、やっぱ硬いですね本当に。すぐ柔らかくしたいんで、やっぱりどんどん使っていきたいなと思っております。はい、じゃあたくさん投げてね、はい、あのピッチングの練習にもなるように、はい、グローブの片付けもなるように、勝負を投げた回数だけどうなるか分かんないけど、怒鳴られると思います。ほらーって多分蹴り入ってくると思います。はい、じゃあやっていきましょう。はい、自己紹介して改めて僕は誰です。あ、はい、じゃあ改めて自己紹介していきたいと思います。多分視聴者の皆さんも知っている方は多いと思うんですけども、ここで改めて自己紹介したいと思います。ヒロトと申します。よろしくお願いします。翔平 TV には去年の1月に加入して、で修行としてまず加入しました。そして正式にこの間改めて1年経って1月に正式に加入という形になりました。で加入して今1年と3ヶ月ぐらい、加入して1年と3ヶ月経ちました。いろんなこと、まず編集やら動画の撮影の仕方とかいろいろ学んできたので、それを存分に発揮できたらなと思っております。趣味はゲームとかも好きなので、プロスピとかパワープロとかたまによくやりますたまにやります。まあ編集の関係でそんなあんまり、まあ、最近ゲームやってないのであれなんですけども、前まではゲームやっており、まあ、身長体重は161cm の、体重が61kg です。年齢は22歳です。1月になると23歳になります。今日の撮影も頑張っていきたいと思います。右投げ左投げ、まあ、バッティングの方とか、まあ、投げる方は右投げ右打ちなんですけど、社会人として頑張っております。毎日仕事何時で終わるんですか？毎日仕事は19時ぐらいから、遅くて、まあ、23時とか。仕事と撮影の方を頑張っております。編集も毎日頑張っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。好きな撮影の内容は？好きな撮影の内容はやっぱりピッチングとかノックとか、まあ、近距離ノックもすごい楽しいんで、多分見てて多分すごい楽しさを伝わってくると思うので、まあ、ぜひそっちの方をよろしければ見ていただきたいなと思っております。僕のここを見て、いや僕自分のここを見てやっぱり楽しく野球をするところなので、で、まあ、近距離ノックとかも楽しく一生懸命やっていけたらな、やっていけたらなと思います。一生懸命楽しく、まあ、元気出してどんどん撮影頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。これピッチング2分でいいや。ラガーズは、ラガーズではなんかピッチングさせないと思う。ラガーズではどれぐらいのあれなんですか、試合出てるんですか？ラガーズでは下位打順ですね。最近入った当時は、まあ、6番とか2番とか打ってたんですけども、まあだんだん打てなくなってきたんで、ほぼ下位打順ですね。7番とか8、9とかですね。最近は全然出てないんで、ピッチングの方でも、まあ、出れれば何でもいいので、はい、たくさん練習していきたいなと思います。早くピッチングさせろっていう感じの顔になってるんですけど、いきますか。レフトって何？レフト、レフトかライトですね。センターあんま得意じゃないですか。レフトかな。ピッチャーはライトでこの前殺すぞって言われてたじゃん。ライトはあれはちょっと恥ずかしかった自分。ピッチャーはいつから始めました？ピッチャーは本当1年前ぐらい
本当ノウハウもない形だったんで。お前合コンだったら使えるとこゼロだぞ。合コンの雰囲気じゃなくないですか。なってました。こいつの場合は返事がそもそも聞こえないから何言ってるか分かんない。俺が黙ったらこいつも黙る。俺が喋ってたらはいしか言わない。で伝えたいことを伝えても伝わってるか分かんないから何回も確認しても。それもお前だな。それはマジです。伝わってないんだもん。簡潔で終わらせてね。簡潔で終わらせて。こいつも黙るから。黙ってなんか自分のことするから。そうなんですよね。 それが悪いから。それは自分ピッチングしたくねえの。ピッチングしていいですか。もういや、もう終わりっす。14分です。はい、締めです。はい、まあ、まあ、話しながらこうやってね、潰してるんですけども。片付けたってんかよ。はい、こんな感じですね。まあこうやってね、こっちがね、話をするとこいつ待っちゃうから、こういう風に今分かった、今分かった。これです、完全にこれ。撮影中にこういう話をして普通に答えて答えちゃうぜ。で、しましょう、しましょう、しましょうじゃなくてさ、黙って聞いちゃうじゃん。はいはい、そういうとこっす。じゃあ行きますか。どういうの。ピッチング。もう14分だよ。じゃあ次回ピッチングしてきますっていいじゃん。ピッチングしていきます。はい、ピッチングいきます。次回っつったよ。次回ピッチングしていきます。今回撮影させていただいた ST スポーツゴルフ&ベースボールさんの概要欄こちらの方に貼っておくのでよろしくお願いします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それではありがとうございました。お前テロップ入れる。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあしゃさあ翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Keep it up.